どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはいいですよ、初めてのお使いでおなじみドーン、しょげないでよベイベー。こちらの曲をこのウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。これはですね、 BB クイーンズと言いますか、近藤房之助さんと言いますかですね、やっぱあの声ですね、ブルージーで渋くてでもちょっと可愛らしいみたいな、この曲あの小田哲郎さんが作られたということで、もう本当すごいですよね。はい、いつものように2バージョンでやってみると思います。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流シンプル簡単バージョン、後半はそこにかっこいいリズムを加えます。今回はレトロビート登場です。これもねかっこいいんで、ぜひ2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽聴くのもいいけどやる方がもっと最高なんですよ。でも私ちょっとできそうにないな、不器用なんですという方多いと思うんですけど、このウクレレで今ご覧になってくださってるガズレレ方式でやったらですね、どんな方でももうあれよあれよとすぐできます、弾き語りが。それがねガズレレでございます。ガズレレではねそういうねプログラムがあって、それを見て今もう全世界中の方がウクレレ始めてますよ。皆さんもすぐできますからね。もうちょっとしたらここにリンクあります。ここのリンク先の上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけですから。で、これ YouTube ですからね、いつでもどこでもスマホでも見られて無料ですからね。ひとまずやってみましょう。ここにリンクありますよ。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで超簡単に弾けるようにしているレッスン動画、すでに1400曲ぐらいも多分あると思いますね。はい、最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の夏目、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアンソング、アニメソング、映画の曲、もう世の中にある曲、毎日毎日ほぼ毎日簡単にできるようにもうアレンジしてアップロードしております。皆さんこれから音楽を、ね、聴くからやるにどんどん変えていきましょう。それでは早速やってみましょう。しょうげないってよベイビー。まずは初心者さんシンプル簡単バージョンゆっくりやってみます。 1,2,3,4 しょうげないよベイビー、眠ればなおママのわがままは心配するなよ、しょうげないよお家に帰ろう。ボン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 、パパより知ってる、ママの優しい瞳、美人で自慢の僕の大切な友達、だけど一つお願いさ、ないでよベイビー、二人で飲もう、ミルクを半分泣かないであげる、しょうげないでよベイビー、あげるさ、oh yeah、 ママを嫁にきっともらってあげるさ、せーの、しょげないでよベイビー、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。もうあのね画像が浮かびますよね、このあの、買い物に、お使いに行ってるキッズたちの、あれは本当にね、なんか、すごくあのシーンとね、こう、あの、やっぱりイメージぴったり合うな、可愛らしい曲。なんだけど、こう、ブルージーなね、近藤房之助さんのあのかっこいい歌声、このギャップにね、結構やられちゃうんですけど、結構やってみるとですね、歌のタイミングとか溜める感じ、ブルージーに歌う感じ、結構難しいですけど、まあまあ、ちょっと難しいこと置いといて思いっきりこう歌えるように、まずはね、こう、慣れていきましょう。今のは聞いていただいて分かったと思うんですけど、オリジナルのショートカットアレンジです。一番の部分全部やって、最後ね、
ちょっと繰り返しのエンディングという感じで、やりました。もうこれでもね、十分世界観伝わると思いますので、フルでやりたい方、コード進行でみんな一緒ですんで、2番の歌詞とかこう、コードを書いて2番の歌詞を書き足して、オリジナルの楽譜をご自身で作ってください。そして今のシンプル簡単バージョン、YouTube 動画と一緒に合わせられた方も、やっぱりいずれはですね、紙に書いて、ご自身だけで演奏できるようになるのは、よりすごくこう、いいと思います。はい、その時の参考になるように、ガズがいつも、ノートを書いてて、これを画面に映して、こんな感じで書いてますって感じでシェアしてるんですけど、今ですね、このガズクラブ、このガズクラブというサービスが始まっております。このガズクラブというのは一体何かと言いますとですね、このガズの今日のこの楽譜を含む今まで取りためてきた膨大な数の曲のこのノート楽譜が毎月5曲皆さんのお手元にお選びいただいてダウンロードできるというこう画期的なサービスが始まっております。今もう500名以上のも参加をいただいておりましてご活用いただいております。そしてね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもクラブ活動を盛んに行われております。毎月2回行われるクラブメンバー限定オンラインライブ配信、ちなみに、実は今夜あるんですけど、今夜はだから9月16日の夜8時からスピッツ祭りやります。もう今宿題出して皆さんね、今日もね朝のラジオからもいきなり今予行練習してましたけどね。はい、来月、頭にももう次のイベントがあるというのも毎月2回やってます。あとそれとですね、 SNS があって、その中では毎朝私がラジオ放送をしてます。朝7時から。あとはそこでいろいろテーマを持ってディスカッションしたり、いろんな質問にガズが答えたり、あと皆さんの演奏動画アップロードできる場所2カ所ありますんでね、これでねどんどん楽しくガズレレクラブ活動、皆さんぜひご参加ください。はい、それでは、これノートを移していきましょう。はい、これなんですけど、今のシンプル簡単バージョンのイントロはちょっとシンプルバージョンにアレンジしたんですけど、かっこいいバージョンはちょっとここね、こんな風な感じ、これ後でしっかり解説しますからね。でここ止まってからこのフレーズが仕上げないでよと、一回止まってから、これがねポイントですよ。はい、でここから曲が始まっていくというような感じなんですね。まあコードはシンプルですけど、歌ね、すごいブルージーな、なんかあの感じって結構ね、難しいんですよ。こう、絞り出すような、あーんとかいうね、あのニュアンスはね、もう本当にこう、なんとなくこう、調子に乗ってやるしかないって感じなんですけど、結構歌のタイミングとかもよーくこう、観察すると、結構奥深いなということでございます。はい。さーっと映していきます。ちょっと読みづらい方は、動画のテロップを映してもらったりでもいいですし、ガズクラブでもちろん楽譜をね、ゲットしてもらうのも嬉しく思いますということでございます。そしてこのガズの楽譜ではですね、結構キーポイントがあって、この黒い点ですね。これがすごくリズムのガイドになったり、ひらがな表記が結構ね、ポイントになったりしてるんですけど、で、ちょっと注意点なんですけど、ちょっとね、これやっぱ土地がなくなってきちゃって、ここからですね、急にワンブロックちっちゃくなってますからね。はい。こんな風に。すいません。計画性っていうか、まあね、まあ、これはシンプルなんで、これでも大丈夫かなというふうに皆さんちょっと分かりづらかったら、ご自身でアレンジをしてください。で、ここにちょっといろいろ書いてあるじゃないですか。このね、ここからここまでって、実は一番最初に出てきたここと、全く一緒のフレーズなんで、これ後でね、しっかり解説していきます。かっこいいバージョンで、ここバッチリ決めていきましょう。で、ここ、最後、サビ繰り返して、まあ終わったよ。ここまでですね。はい。こんな感じでなっております。ちょっと出てくるコード、ちょっと今日場所なくなっちゃったんで、コードだけですけど、いきます。C と Am と A7、F、D7、G7、E7、Em7。この1、2、3、4、5、6、7、8個のコードだな。8個のコードで、今のシンプル簡単バージョンやってみました。この8個のコードは、ドン!これです。ガズレレ必須コード。これいつも出てくるやつなんですけど、一体何かというと、ウクレレで音楽を始めようと思っている皆さんに一番最初に覚えてもらいたいコードのグループ。入門コードのグループですね。本当はコードってもう星の画素だって数え切れないぐらいあるんですけど、まずはこの10個最優先で覚えましょう。そうするともう本当に世の中の曲、ほぼできるっていう夢のようなコードですからね。まずはここ足がかりにね。で、これ10個あります。10個もあるのって思うかもしれませんけど、1個ずつ見たらこれ簡単なんですよ。これも1個、これも1個、これも1個、これも1個。つまり、一個ずつ見たら簡単よ。でも簡単なのが10個一遍にバッと来るとやっぱり頭混乱するんで、私がめちゃくちゃ分かりやすい動画で解説しております。ここにリンク貼っておきます。このリンク行って、ガズレレ必須コード10個スイスイ頭に覚えて楽しく音楽どんどんやっちゃいましょう。まずはこの10個覚えてください。楽しく覚えられますからね。はい。今のはシンプル簡単バージョン、それをゆっくりやったということになっております。じゃあ、こっから、かっこいいバージョンに入っていこうと思うんですけど、いつもここでのタイミングで言ってることなんですけど、まずシンプル簡単バージョンで歌をしっかりこう、把握する。これが大事ですからね。歌が歌えないままかっこいいバージョンやっちゃうと、歌も、こっちもダメで、連想もってことでわーってなっちゃうんで、まずは歌はね、しっかり中心に置いといて、そこからかっこいいバージョンに入るのをお勧めいたします。はい、じゃあかっこいいバージョン。今回はですね、これ、コードは、出てくるコードは一緒でございます。はい。一緒なんですけど、ちょっとね、最初にやったイントロとか途中で出てきて、決めみたいなフレーズ、あれが、ね、結構キーポイントになるんで、そこはちょっと後で解説するんですけど、そういうわけで、まあ、今日は弾き方から行きましょう。この曲はですね、ズバリ。これがバッチリ合います。ドン!レトロビート、これがいいんですよ。ちょっとやってみましょう。
な感じ、歌の中で弾くとこんな感じ。しょうがないでよ、ベイベー、眠れたら、こんな感じ。これとろける感じ。これドゥンドゥラタスタタンドゥンドゥラタ、これをレトロビートと言います。これはね、親指を使ってとろっとこう斜めにダンドゥラダンダチャッチャも入りますからね。なんでこれ8ビートとか8ビートのチャができている人じゃないと、ちょっとこのリズムは難しいと思うんですけど、このレトロビートの弾き方、ここにリンク貼っときます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からレトロビート動画でバッチリ解説してますんで、ちょっと練習してやってみてください。はい、この柔らかいレトロビートで全体のリズムはこうやっていきましょう。最初から最後までね、レトロビートですんで、はい、ゆったりねやっていきましょう。じゃあ、さっきも言ったちょっと決め的なイントロとか途中の、しょうげないでよの止まるところで前にね、決めが入ってくるんですよ。ちょっとこれやってみましょう。まずテロップと一緒に弾いてみます。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、今のです。口で言うと、ダダン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 。これを再現してます。スタッタン、スタン、ダンダン。G7 最後一回止まって、しょうげないでよって入っていく。ちょっとゆっくりやると、最初の G7 のところはツッタッターツッタ、その後矢印が入って G7FAmDm ってなってますけど、ここの矢印、これね、これはまあいつも出てくる、これですよ、シンコペーションマーク。や、リズムが前にスコーンと食い込んでくる。これ一箇所ここに入ってきます。ちょっともう一回最初からツッタッターツッタ、ここまでは最初の1個目のブロックの G7。 次ダー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 、最初の G7 の矢印ドーンと入ってくる。このシンコペーションがキーポイントです。タンダタンダタンダンタンタンバ、はい、これちょっとゆっくりやったらちょっと理解できたかな。もう一回ワン、ツー、スリー、フォー。タタタタタタンダダ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 、ここが2箇所入ってきますね。最初のイントロのところと、途中のサビに戻るところの手前ですね。証言ないでよって止まるところの前。これがかっこいいんで、ここはちょっとじっくり、時間をとって練習してみてください。で、この曲はやっぱりね、初めてのお使い。あの番組のこう世界観がやっぱりこうさーっとこうね、思い出されるんですけど、歌詞もやっぱりほんとその世界観にぴったりで、家族の、もうキッズとお母さん、お父さん、パパとママのね、そのなんかこう不思議なやりとり、これがまた楽しいんですよね。このやっぱね、こういう感覚を持ってやっぱ演奏するのがこの曲一番いいと思いますからね。はい。そんな感じで気持ちよくこう体揺らしてレトロビートでのんびりね、はい、やってみようと思います。近藤房之助さん、BB クイーンズの、しょうげないでよ、ベイビー、ガゼレレ流かっこいいバージョンやってみる。わ、2 1 2 3 4 しょうげないでよ、ベイビー、眠ればなおママのわざまわは心配するなよ、しょうげないでよ、ベイビー、散歩へ出よう、探してお家に帰ろう、どん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 漂い知ってるママの優しい瞳に微笑んでしまうの、僕の大切な友達だけを一つお願いさ、雷は落とさないでね、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。初めてのお使いのあのムード、
泣いちゃうやつですあれ、いつも感動して。はい、皆さん思いっきり、それこそ家族で歌うにもこれいいですよね。思いっきり歌っていってください。さあ皆さん、この面白さ今度ね、周りの方にもぜひお伝えください。ウクレレ本当面白いよ。家族でもできるわけですしね、これみんなで歌ったりしてももう最高だし。はい、そんな時にね、ガズレレ YouTube チャンネルぜひご活用ください。ガズレレ YouTube 見てたらウクレレすぐできるからみたいな感じでね、そうやって笑顔を広げる、まあ、次に会った時にも今度一緒にセッションできるとか最高だと思います。ガズレレ YouTube チャンネルいいねだとかチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。お知らせです。いつも使ってるこのガズのわがままウクレレなんですけど、本当に今大人気でございます。ありがとうございます。毎月1回程度、ある程度の、ウクレレをですね販売して、事前予約で注文受け付けてるんですけど、本当ありがたいことにもう本当に1日2日でもソールドアウトになってしまう状態が続いてまして、また来月もこんな感じでご注文いただけるようにすると思うんですけど、今ベトナムでもちゃくんがこう一生懸命もうガズレレ G ラボチームで、一丸となって取り組んでますので、まあご注文いただいている方、もうちょっとお待ちください。そしてちょっと気になっている方、来月もまたご案内ありますんでね、ぜひともよろしくお願いいたします。あとね、もうガズレレいろんなことやってるんですけど、さっきもご紹介したガズクラブも今ね500名を超えるメンバーで盛り上がってるっていうのもあったんですけど、このガズレシピ、これはねアプリなんですけど、ガズレレのこっちも相当ねいいですよ。曲もすごくどんどん随時追加されてますし、メトロノーム機能とか画面がスクロール、自動スクロール機能とかついてて、これもね、ご活用していただけるユーザーの方がすごく増えております。これはホームページにね、まあ、書いてありますんで、ね、大体、ホームページを見ていただくといろんな情報がわかると思います。そしてガズレレではいろんなグッズがあるんですけど、このキャップだとか T シャツ、このストラップもですね、これ前半に小杉さんのハンドメイドです。こういうしっかりしたレザーのねところもついてるし、あとここに挟まってるこれはね水引きなんですけど、これ実はガズの両親のもう世界一個ずつのオールハンドメイドなんですよ。これうちの両親は長野県飯田市っていうところの、まあ私の出身地なんですけど、もうそこでね40年50年この水引きに携わってるんでね、これねぜひ皆さんこういうのねホームページにゲットしてください。あ、そしてあと忘れちゃいけない、このガズレレのリュックサック、ここにほらわかる、ガズレレってプリントが入っていて、これリュック型ウクレレケースでコンサートサイズまで入るという画期的な商品、これすごく皆さんご注文いただいてるんですけど、もうあとちょっと残りが少なくなってきました。でこれどういう作りになってるかというと、これでダーッと開けるとですね、こんな感じになってます。中は広くて、でこれ楽器のケースですんで、これもすごく分厚い素材を使っててね、しっかり楽器を保護してくれるっていうのと、あとこれね取り外し可能な脱着式のポーチがついてます。こっちはチューナー入れたりカポ入れたりとかできるかなと。でこれはですね譜面台が入るんですけど、これ譜面台じゃなくてもいろんなもん入れられると思います。はい、そしてこれパッと収納するともうね、まあオールブラックなんで結構なってるから、まさかウクレレが入ってるとはちょっと思われないっていうのもあるし、これ見てここに横にハンドルがあるんで、ビジネスマンの方もこうやって持って歩けるんじゃないかという、本当スタイリッシュにこのウクレレを持ち運ぶ、これはねもうぜひおすすめしたいガズレレのリュックサック、これもよろしくお願いします。あと忘れちゃいけないこの本たち、はい、これはリットミュージック社から出ているガズのね、まあ教則本とか楽譜、音楽のね楽譜がいっぱい載ってる本なんですけど、もうこれ3冊合わせてなんともう超ベストセラー商品になってまして、この3冊で今ね9万8000部とか9万9000部近くの出荷になってるんですよ。まあこれ本当わかりやすくて簡単なんで、はい、ぜひ皆さんこういうのをご活用していただいて、皆さんの音楽が、さらに輝くようにね、なんかいろいろ考えていきたいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。どんどん音楽やろう。音楽聴くよりやる方が楽しい。ガズレレの合言葉ですよ。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。